俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはデジタルカメラの世界シェアを日本のメーカーが独占しているということをご存知でしょうか。デジタルカメラにおける世界シェアトップ5はシェア率約 45% のキヤノンを筆頭に、ソニー、ニコン、富士フィルム、パナソニックと全てが日本メーカーで、上位5社トータルで 94% 以上を占めているそうです。今回のエピソードは、そんな日本製のカメラにこだわりを持っている男性が新しくカメラを購入し、それを奥様に咎められてしまうといった内容になっています。値段が高いだけの日本製カメラを購入したと叱られてしまった男性がどんな反応をするのか、どうぞぜひ最後までご覧ください。私の名前はイレーナ、チェコ人よ。今は夫と二人暮らし。子供たちは三人いるんだけど、みんな家を出て幸せな家庭を築いているわ。先月、長男のところに孫が生まれたの。四歳年上のお兄ちゃんに続いて二人目。とっても可愛い女の子よ。パッチリとした目がすごく愛らしいの。どことなく私に似ているような気がするわね。夫は半年前に退職をして、今はのんびりとした生活を送っている。仕事に真面目な人だったわね。無口で多くを語らない人なの。出会った頃は少しシャイなのかなと思っていたけど、結婚しても同じだったわ。仕事を辞めて家で多くの時間を過ごすようになったら、少しは私と向き合っていろんな話をしてくれると期待していたのだけれど、あまり変わらないわね。性格って環境が変わっても簡単には変わらないものなのね。夫はカメラが趣味みたい。仕事を辞めて家でゆったりと過ごすのかと思ったら、朝から散歩に出かけて一日中帰ってこないなんてこともざらにあるわ。私には何が楽しいのかちっともわからない。だけど彼なりに楽しんでいるみたいだから、まあ仕方がないわね。彼は街中の写真を撮影するの。どこか遠くへ出かけるというわけではなく、歩いて行ける範囲とか、離れてもせいぜい列車で1時間程度の近いところへ出かけて行って、街の写真をたくさん撮ってくるわ。彼なりにこだわりはあるのだろうけど、私には理解できない写真ばかり。一つの建物をいろんな方向から撮影したり、どうってことのない電線を写したり、そうかと思えば道端に落ちている石ころや雑草、それに用水路とか壊れた石垣など、何を撮影したかったのかよくわからないものが被写体になっているの。あなた、これ何を写したの？と私が聞いても、はっきりと答えてくれないから、最近はもう聞くのをやめたわ。だって会話にならないんだもの。だけどこの間珍しく夫と喧嘩をしてしまった。理由は夫が私に無断でカメラを買ってきたからなの。それも随分と高価なカメラだったわ。それまで持っていた小型のカメラとは違って、レンズのついた大層なカメラよ。もう頭にきちゃって私怒ったの。カメラなら持っているのに
どうしてこんなに高いカメラを買ったのよ。ってね。そうしたら、このカメラは今まで使っていたカメラとは性能が違うんだ。っていうわけ。夫が言うには、新しく買ったカメラは日本製だそうで、最新の機能を備えているというの。私はカメラのことなんて全然わからないから、日本製がいいのかどうかなんて知らないし、カメラの機能のことを説明されてもちんぷんかんぷんなのよ。とにかく私が腹立たしく思ったのは、相談もなく高いカメラを買っておいて悪びれない夫の態度だったの。だから言っちゃったのよ。石ころとか枯れかけている雑草を撮影するのに日本製の高いカメラなんて必要ないでしょ。中国製の安いカメラで十分じゃない。どうせ大して機能なんて変わらないんだから。ってね。そうしたら珍しく夫が怒り出しちゃって、もうびっくりしたわ。だって結婚してからあんなに怒っている姿なんて見たことなかったんだから。それからしばらくの間は夫の独演会だったわ。私はそれを聞かされる羽目になったの。夫の怒りは私が日本のカメラをバカにしたからみたい。夫が言うには、カメラに関しては日本製品が世界で圧倒的なシェアを誇っているんですって。日本製のカメラのシェアはコンパクトデジタルというタイプで8割近く、一眼レフカメラに至っては 99% を占めているという話だったわ。ちなみにコンパクトデジタルというのは、以前から夫が使っていた小さなカメラで、一眼レフは夫が新しく買ってきて喧嘩の原因になったタイプ。夫の説明を聞くまでは私はその違いすら知らなかったんだけど、何はともあれ日本のメーカーが世界のカメラ市場を独占している状態なんですって。私が黙って聞いてあげていたら、夫の話はヒートアップしちゃって、カメラの歴史について語り始めちゃったの。もう参ったわ。夫が言うにはね、全世界のカメラ市場というのは1950年代頃まではライカやコンタックスといったドイツのカメラメーカーが存在感を示していたようなのね。当時から日本のメーカーはドイツに対抗しようとしていたんだけど、この頃は全く太刀打ちできなかったんですって。きっかけになったのは1950年の朝鮮戦争だったんじゃないかって言われているらしいわ。この時の従軍記者が日本のメーカーであるニコンのカメラで撮影をしていて、日本のカメラのレンズは優秀だと言ったことから世界の注目を集めたんですって。その後ドイツのカメラメーカーは一眼レフ化や電子化の波に乗れなくて、一気に日本に追い越されてしまったそうなの。日本のメーカーはドイツの技師を日本に呼んで、その技術を学んだり、徹底的に海外の優秀な技術を取り入れたり、とにかく努力を怠らなかったそうよ。海外の技術を身につけた日本のカメラメーカーは各社独自の技術を磨いて、海外企業が対抗できない領域にまで発展したそうなの。そんなことを熱く語られてしまうと、日本のカメラをバカにしてしまった私が悪かったのかなって気がしてきたわ。ちなみに現在日本以外にもカメラを作っているメーカーはあるそうだけど、比較ができないほど技術が稚拙で日本のカメラには遠く及ばないんですって。昔は世界を席巻していたドイツのメーカーですら、日本との開発競争や価格競争に負けてしまって、日本のメーカーに買収された企業が多かったみたい。
日本の隣国である韓国ではサムスンがデジタルカメラの開発に取り組んで日本を脅かすような製品作りに挑戦したようなのだけど、ダメだったみたい。韓国では日本製品の不買運動が起きたりするようだけど、カメラだけは日本のものを使うそうよ。日本人が持っている繊細な技術や忍耐力がカメラ作りには適しているよね。一眼レフカメラを作るためにはロケットを作るよりもっと高度な技術が不可欠である、そんな声もあるそうで、カメラを作ることってすごく難しいらしいの。日本人は元来繊細な気質で、ものづくりに対しては完璧を求めるところがある。そういう点が精密性を求められるカメラの製造にぴったりなんですって。夫は日本をベタ褒めするのよ。それに品質の高いカメラを作るためには、すべての部品を高品質にまとめることが求められていて、そういった点においても日本人の緻密さが生きてくるみたい。すごいわね、日本人のものづくりにかける執念って。こんな話を聞かされると、夫が日本製のカメラに心酔するのもわからないではないわ。夫はパソコンの画面を開いて、日本のカメラを分解した写真を見せてくれたわ。その写真というのは日本製のデジタル一眼レフカメラを分解して部品をすべて並べたものだったんだけれど、これを見た海外の人たちから続々と驚きの声が上がったそうよ。日本のカメラが値段が高いのもやむを得ない。ここまで複雑なものを形作れるのは日本人しかいない。日本のカメラはもっと高額でもいいくらいだ。確かに豆粒よりも小さい部品がたくさん並べられていたわ。この部品一つ一つが全て完璧な状態じゃないとカメラの機能が果たされないんだと思ったら、めまいがしそうになったわね。ここまで突き詰めて完璧を求めることができるのって日本人しかいないのかも、そんな風に思えてきたわ。日本製のカメラが優れているのはよくわかった。だから夫が日本製にこだわったのも、買ったカメラが高価だったのも納得がいく。でもね、一つ腑に落ちないことがあったの。それはそんなに素晴らしいカメラを使っているのに、その性能の高さが夫が撮影した写真からは全く感じられないのよ。それはそうよね、道端に転がっている石や枯れかけている雑草を見ても綺麗だなとか素敵だなとは思わないでしょ。曇天の下、遠くまで伸びる電線や濁った水が流れている用水路からは感動なんて生まれないものよ。そんなにすごいカメラなら、もっと色鮮やかな風景とか人や動物が躍動する写真とか、そういうのを見せてほしかったの。それを夫に伝えたら、夫はうつむいて黙り込んでしまったわ。ちょっと言い過ぎちゃったかなって私は反省しちゃった。そこへ息子夫婦と孫たちがやってきたの。元気いっぱいのお兄ちゃんと生まれたばかりの妹。静まり返っていた家の中がパッと明るくなった気がしたわ。その時夫が何かを思いついたように部屋へ入って、喧嘩のきっかけになったカメラを持ち出してきたわけ。それで孫たちに向けてシャッターを切りまくるの。何かに取りつかれたように夢中でシャッターを切っていたわ。ひとしきり撮影して、その写真をパソコンにつないで確認してみたら、その素晴らしさに驚かされたわ。赤ちゃんの肌のきめ細かさや肌の色がとてもよく伝わる鮮やかさで、お兄ちゃんが動き回るところもピントがブレずにバッチリと写っているの。被写体だけに焦点が当たっていて浮き上がっているように見える写真や、
見た目以上に美しく見える写真。どれもこれも素敵な写真ばかりだったわ。私、夫のことを見直しちゃった。あなたすごいじゃない。私はこういう写真が見たかったのよ。そう言って夫の撮影テクニックを褒めたわけ。そうしたら息子が言ったの。それは父さんの腕がいいわけじゃなくて、カメラの性能が優れているんだよ。ですって。何はともあれ、日本製カメラの素晴らしさを実感することができたわ。今度私が借りて撮影してみようかしら。夫よりいい写真が撮れるかもしれないわね。日本のカメラが世界シェアを独占しているなんて知らなかったな。でもそう言われてみると、海外のカメラメーカーの名前思いつかないかも。カメラって精密機器だから、やっぱり日本人の得意分野なんだね。やっぱり一眼レフで撮影した写真は綺麗だよ。画像を大きくした時にその差は一目瞭然だね。イリーナさんは中国製のカメラでいいじゃないかと言っていたけど、中国製のカメラなんてどこへ行ったら買えるんだ？イリーナさんの旦那さんが撮影した写真を見てみたいな。すごく芸術性があったりして。昨今、スマートフォン内蔵カメラが非常に高性能になったことにより、デジタルカメラの市場が縮小されているという状況があるようです。確かに写真を撮るとき、スマートフォンを取り出して撮影する人がとても多いように感じられます。もしかすると専用のカメラで撮影する人というのは、写真に対して強いこだわりがある方に限られているのかもしれません。そんなこともあって、世界の市場を占有している日本のカメラメーカーではありますが、売り上げについては苦しんでいるという情報を耳にします。しかしながら、世界の追随を許さない高い技術力を駆使することによって、なんとか新たな活路を見つけて世界に誇る日本の技術をアピールしていけるといいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ、皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。